お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。皆様ブラシは普段洗っていますでしょうか？はい、だんだん大掃除とかこうちょっと身の回りをね整える時期になってきたかなと思いまして、今回はですね一緒にブラシを洗っていこうかなと思います。ブラシは普段私もね自分の顔に使ったりとか撮影で使ったりとか仕事に持ってったりとかいろいろしてるんですけれども、私の場合はすぐ洗うんですけど、やっぱりちょっとめんどくさいじゃないですか、ね、なのでまあこの動画をね見ていただきながら一緒にダラダラとねちょっとお話ししながらブラシをね洗っていこうではないかと、はい、そういった企画をね立ててみましたので、ぜひ皆様ブラシ今手元にない方はねちょっとブラシを持ってきていただいて、ブラシクレンザーなどはお持ちですかね。ブラシクレンザーいろいろねあるんですけれども、この辺りをね今回は私も使って、もうカスカスのですよ、もうこんなのね、マックのカスカスのブラシクレンザーとシュウエムラのブラシクレンザー、そしてメイクアップフォーエバーのブラシクリーダーですね、これそれぞれ使い分けてるので、こちらを使いながらこうねちょっと洗っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。こちらですね、まずこれフェイス系のブラシが入ってるリキッドファンデーションとかパウダーブラシとかが入ってるブラシのケースですね。ここにはねもう使ったもの入ってなくて、基本的に綺麗なものしか入れてないんですけど、はい、こんな感じですね。こんな感じで入っていて、ほこりかぶるんで基本蓋ができるものを使ってる感じですね。で、あのいつもお見せしてるこのマックのブラシを入れる、なんてキャニスターだったかな、使ってるんですけど、これ全部まあ綺麗なものが入ってるわけですね。カテゴリーで分かれて、ブレンド系のブラシとかシェーディング系のブラシってカテゴリーで分かれてこれに入ってるので、これはコンシーラーとか、まあ、クリーム系のブラシですね。これをね今ここにバッと並べてるので、ここにこの洗いたい子たちですね、この子たちを洗いながら整理して戻していくような感じにしていきたいなと思います。水洗いとかをねされる方もいらっしゃると思うんですけど、私もね水洗いはする時もあるんですけれども、まあ水洗いしなくてもサラサラに綺麗になるので、最近はあんまりしてないかなっていう感じですね。この3つをね使い分けてブラシ洗ってるので、あんまりまあ水洗いしてないよっていう感じですね。うん、まあ、水洗いも完全に洗い流せるんでいいのと、アルコールが入ってるブラシクリーナーよりは傷みにくいかな。まあ食器用の洗剤とか使っちゃねダメですけど、まあ優しめのねおしゃれ着洗い的な洗剤で洗ったりとか、シャンプーだとまあ落ちきらないので、こういうまあ洗い切った状態のちょっとこうコンディショニングする程度にやるとかがいいと思うんですけど、まあまあそういう感じで水洗いをすることもできるんですが、いかんせんめんどくさい、ちょっとできるだけで簡単に洗いたいよという感じなので、こちらを使っていきます。でまずこれちょっと何で使い分けてるかっていうお話なんですけど、ブラシクレンザーって主成分がね全然違うんですよ。主な成分が全然違くて、ブラシへのダメージ感とか、まあ、洗浄力とかも全然違うので、それで使い分けてる感じになります。一番まずねよく使うのはこのマックのブラシクレンザーですね。こちらのピンクの液体のもの、これはね主成分が水なんですよね。水に界面活性剤の刺激の低いものとかちょっと洗浄力高いものとかがこうなんかブレンドされて入っているタイプになっているのと、ブラシの保湿成分なんかも入ってるものになってるので、ブラシにつけた後すぐ乾くように変性アルコールが一応入ってはいるんですけど、まあそこまでアルコール感は強くないので、ものすごく傷むということもないし、さっと簡単に洗えるし、洗浄力でいうとまあ中くらいあるかなっていう感じになります。なのでチークとかもパウダー類なんかは十分これで落ちるかなっていう感じなので、ほとんど毎日洗い的な感じとしてはこれを使ってます。毎日洗っててもやっぱりリキッドファンデーションブラシとかリップブラシとかコンシーラーのブラシとか、あとはもうなかなかなんかこびりついて色が落ちませんみたいなものって結構洗浄力高くないと洗えなかったりするじゃないですか。そういう時に使うのが私はこちらのメイクアップフォーエバーのブラシクレンザーですね。これは主成分、一応ねこれ成分が書いてないんですけど、下記厳禁っていう感じでイソドデカンって書いてあるんですよ。でイソドデカンっていう成分は他のブラシクレンザーにも入っているものがあの他のメーカーさんであるんですけど、ブラシを傷めないようなアルコールのなんかブラシに刺激が強いよっていう感じは特にないタイプの油性の成分で洗ってくれるタイプで、まあ、イソドデカンが入ってるものがあったんですけど、このイソドデカン的なのがメイン成分であればブラシをねほとんど傷めずにさらっと洗えるようなものになってます。ただ結構なんか手につく感じが油油らしい感じ、油絵をねやってた人とかはね分かるかなと思うんですけど、油絵をこう洗うなんかあの液体みたいな感じですね。匂いがきつくないバージョン、これ無臭なので匂いしないんですけど、これがめっちゃ落ちるんですよ。本当に液体としてはサラサラしてるんですけどめっちゃ落ちるので、まあ、リキッドファンデーションブラシとかコンシーラーブラシとかなかなか落ちなくて困るなっていうものは
これで日頃は洗ってるという感じになります。でおそらくまあブラシ用のクレンザーなので、これも成分は載ってないですけど、ブラシに対する保湿成分も多分入ってるんじゃないかなと思うんですね。なのでずっとこれで洗ってると、ブラシの表面がサラサラサラっていう、あの最初の軽さがなくて、ちょっとサラサラしてるんだけどちょっともったりしてくるかなっていう感じが、毎日すごい回数使うので、そういうね目線からすると、まあ、見えてくるものなんですけど、一般の方はね1日1回自分の顔に使うくらいで、そんなに多いペース洗ってなければ感じることってあんまりないと思うんですよね。まあでもそれをね感じた時に、じゃあそれをサラサラにするために私が使うのがこちらのシュウエムラのブラシクリーナーですね。でこれはものすごい臭いです。はい、これも主成分があのエタノールアルコールなんですね。なのでもう除光液かのようなものすごい匂いがねするんですけれども、まあでも洗浄力はもうものすごい高いですね。イメージしてほしいのは、無水エタノールでもなんかブラシ洗えるよみたいな感じで言ってる方とか見たことないですかね。無水エタノールってまあつまりはエタノール濃いバージョンだと思うんですけど、洗浄力は確かに高いんですよ。もうキッチンの油汚れなんかもシャッて落とせるくらい、ものすごい洗浄力は無水エタノール高いんですけど、あのブラシは死ぬんですね。はい、ものすごく洗浄はするんだけれども、あくまでもまあ無水エタノールよりもブラシ用に作られてるので、そこまできつい、ね、感じではないかなというところの予想。プラスこれにはビタミン E ですね、これ酸化防止の成分ですね、痛み防止の成分とマカダミアナッツオイル配合ってなってるので、まあ、無水エタノールとかも食用の洗剤でガシガシいくよりかは、まあ、保湿はできるよというものになってます。なのであのガンガン洗浄するけど、まあちょっと保湿もしてくれるぜというものがこちらのシュウエムラのブラシクリーナーなんですが、まあ、ものすごい臭いんですけど、めっちゃサラサラになるんですよ。やっぱり表面に残ってるわずかなこうなんか油分とかもそういうのも取ってくれる感じでサラサラになるので、これをたまに使う感じで使い分けてるという感じですね。というわけで私のこのデイリーと、もう洗浄力高めたいこう油分系の成分をね落とす用のものと、たまに使うサラサラにするためのブラシクリーナーですね、今回はこれを使ってブラシ洗っていきたいなと思います。ここに入ってるのがまあ撮影で使ったやつとかですね。でここに入ってるのはもうちょっといつ洗おうかなっていう感じで放置していたものになります。はい、あのサブのブラシですからね、お客様用のブラシではないでございます。ではですね、ブラシクリーナー使ったことないよっていう方もいるかもしれないので、 Mac のものからね使っていきたいなと思います。でまずですね、大量に洗うよっていう時はこんな感じでティッシュにコットンを乗せるんですよね。私液をしっかり含ませられるようにここに垂らして、でこれで拭いていきます。まず軽めな汚れからちょっと見せていこうかな。この217番、これをね今の Mac のブラシクリーナーでシャーっと拭いて、一応ねブラシの洗う動画も別で作ってるので、丁寧に見たい方はねこの動画を見ていただければと思うんですが、今回はもうちょっと緩めにね一緒に洗えたらええんちゃいますみたいな感じであのやらせていただいております。こんな感じで綺麗になります。でこれ液がね中に残ってたりすると、普通に立てて干しておいた時にこう根元のこの銀のところがなんかカビ生えてきて緑色になったりするんで、しっかりね液絞ってで引っ張っちゃダメですよ。グーって押さえる感じで絞って置くようにねしておきましょうね。でこのコットンをね上に乗せておくと、もう今6本ぐらい拭いたところなんですけど、結構ねしっかりね結構持つんですよ。長く持つというか、ティッシュだとすぐモロモロになっちゃうんですけど、コットンに液垂らしておくと割と液がしっかり残るんで、数をねこなしたいときはこのコットンを上に乗せて拭くというのがいいですね。じゃあちょっとねクリームのブラシを洗う感じをお見せしようかなと思います。これちょっとじゃあ比較で、これとこれね同じブラシなんですけど、ツルツル感全然違くないですかね。一応ねこれこっちの方が新しいんですよ。でもめっちゃ形悪いですよね。こう触ったらもう後残っちゃう感じのねブラシになってるんですけど、こっちサラサラじゃないですか。これはあのメイクアップフォーエバーのブラシで、あのまさに昨日洗ったばっかりなんですよね。寝癖みたいなのもなくなるので、ちょっとこちらをね洗う感じをお見せしたいと思います。とまずはねじゃあティッシュで拭くところをお見せしようかな。こんな感じで銀のところに液がかからないように私は上からバシャバシャーっと、でブラシの結構中の方にファンデーション入ってるんで、これでできるだけ中の方のブラシの方も触るように落としていきます。で本当最初はねあのブラシクリーナーがブラシにくっついてるんでしっとりする感じで、え洗えてんのって感じがすると思うんですけど、本当にね乾いた後めっちゃサラサラになるんですよ。これでね洗えてるんですよね。はい、形綺麗になりましたね。こんな感じ でこれ乾くともっとふっくらしてくる感じですね。なんでこのまま置いておきたいと思います。
はい、そしてこちらこのマックのね187番、これめちゃくちゃここ色沈するじゃないですか、色素沈着、これをね綺麗にしていきたいなと思います。もうすでに使ってるこのメイクアップフォーエバーのブラシクリーナーでまずは表面をね軽くオフしていきます。これね一応ねすでに洗ってある状態なんですよ、マックのブラシクリーナーで頑張って洗った状態なんですけど、この白い毛の部分に色素沈着しやすいパウダーとかもあって、それがね色落ちなかったりするんですよね。ほらでもほらめっちゃ綺麗になってこない？こんな感じで、これ天然毛の時のなのでちょっとねリニューアル前でどでかいんですけど、こんな感じで綺麗に、ね、なりますね。じゃあそしたらねシュウ上村さんをちょっと一回使っていきたいなと思うんですけど、シュウさんは私はティッシュに出して使う時とこういう容器に出してこうやってここで付け洗いするパターンで2パターンあるんですよ。で容器ちっちゃくないと結構ブラシも吸っちゃうんでめちゃくちゃいっぱい出さなきゃいけなくなるんで、本当にこのくらいのなんかソースを入れるようなねものとかの方がいいかなと思います。じゃあね恐ろしく汚れまくったこのこれも187のリニューアル5なので合成毛のタイプですね。すごい色ついてるじゃないですか。まずはじゃあティッシュにつけた感じでね拭いていきたいと思います。これ臭いんだよな本当に、臭い、もう液体っぽいですね。これは本当にさっきのメイクアップフォーエバーさんのよりも液体感が強いアルコールになります。うわくせー、拭いていきます。大きいブラシの時はねやっぱりティッシュに出した方がいいのかなと思いますね。やっぱりブラシがね全部中吸ってしまって洗うどころかいっぱい使っちゃうので、できるだけ拭いて、もうどうしても落ちないのなんかをつけ洗いみたいな感じで洗いますかね。くせーくせーくせー、だいぶ綺麗になったんですけどまだちょっと残ってるんで若干ちょっと表面付け洗いしたいと思います。付け洗いといってもねこう全部吸っちゃうんですけど、はい、全部なくなりました。このブラシの中に吸われたのでね、これをブラシで逆に吸い取っていきたいなと思います。ギューっと、うん、やっぱり液体をねしっかりつけるとめちゃくちゃ綺麗に結構落ちますね。くせー。なんか他にもこうなんか天然の成分のブラシクリーナーとかいろいろ買って使ってみたんですけど、やっぱなんか天然とかにこだわるとめっちゃもったりするんですよ。なんかブラシベタベタになるというか、まあ洗えてない感じになるので、なので私はまあ基本は仕事柄ねすぐ洗わなきゃいけない時もあるし、できるだけ一気にね本数を洗いたいっていうことが多いので、やっぱり効率重視だと、まあ、ちょっと多少ね傷んでしまうにしてもこういうのを使うということが多くなりますかね。時間とかがあれば水洗いでもいいんですけど、やっぱりこう干さなきゃいけないとか、ね、洗って拭いてみたいなすごい時間かかるんで、そこの優先順位よりは、まあ、ブラシが多少傷んでも、まあ、傷んだら買い替えようという感じで機能性重視的な感じでこのブラシのクリーナーを使っている感じですね。どうでしょう、めちゃくちゃ綺麗になりません？ふわふわです。でまだね微妙にあともう少し乾くかなという感じがするので、これを干しておいたらもうサラサラになっちゃうという感じですね。やっぱりねマックのクリーナーだけだとねなかなか色が残るので、こういう風に使い分けるとすごいいいですよね。でもやっぱたまにはいいかな、臭いし、うん、でこの私も結構気に入ってるこのパテみたいなブラシね、191番マックのねこちら結構カチカチになってます。こうサラサラ感ゼロみたいな、ね、これをこのシュウエムラのブラシクリーナーをちょっと付け洗いでね絵の具を溶くような感じで洗いますね。うん、やっぱサラサラになりますね。一番サラサラになる気がする。でもやっぱお子さんがいらっしゃる方とかは臭いとちょっと厳しいかもしれないんで、無臭のタイプでもいい気がしますよね。サラサラになりました。こんな感じ、これ乾くともっとサラサラになる感じですね。全然違いますよね。本当にこうやって使い分けてね洗ってるので、なんかよくどこのがいいんですかとか聞かれるんですけど、どこのがいいというよりも目的によりきりで使い分けるかなっていう感じですね。私からするとこういうリップブラシとかも特に使わずに、クリーム系のアイテムはじゃあファンデーションとかスポンジでつけてますよとか、ブラシそんなに洗うの困ってないですよみたいな方はね、マックのブラシクリーナーでいいと思いますし、水洗いの時間と手間がかけられる人は全然そのデパコスのブラシクレンザーにこだわる必要もないと思うんですよ、ね、おしゃれ着用洗剤でも洗えるし、食器用の洗剤はおすすめしないんですけど、なのでそういうので、ね、優しめに洗ってあげたりとかできるので、100均のブラシクレンザーは水洗い系ですよね。で何を優先するかによりきりっていう感じなんですけど、ちょっとでもね参考にしていただければなと思いますね。さあ全然洗い終わってないけれども、
はい、というわけでこれはね乾いたら綺麗なブラシが入るところに戻していきたいなと思います。ちょっと大きいブラシはね通気性良くしないと 乾きにくいというかね、ちょっともし臭くなっちゃったら嫌だなというところがあるので、このまま乾かしておいて後から入れたいなと思います。でこっちはね綺麗になったので、これで蓋をしてね置いておきたいなと思うところでございます。というわけでブラシを一緒に洗おうというね動画でございましたけれども、いかがでしたでしょうかという感じですね。ちょっとねみんなもブラシねなかなか洗いたくなくってね放っておいてしまいたくなるんですけれども、ブラシ洗わないと肌にねこう触れるものなんで、かゆみの原因になったり肌荒れの原因になったりとかしちゃってね本当に良くないので、この年末にねブラシはもう綺麗な状態にしてね、新年をぜひ迎えてみていただけたらいかがかなと思いますので、ぜひ今回の動画を見ながらブラシ洗ってみてください。はい、というわけで今回はこんな感じのちょっと緩めなね動画だったんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、というわけで今回もおまけのコーナーをやっていきたいなと思います。はい、おまけのコーナーはこの私の顔に一体何を使っているのかっていうのをお話しするコーナーでございます。はい、じゃあ今回アイシャドウからいきたいなと思います。今日はこちらのズーシーのドリームランドアイシャドウ11番ですね。コーラルオレンジ系のパレットを使ってます。今日これをまぶた全体につけて、これを中間色にして締め色これっていう感じですね。すごいねキラキラな、可愛いんですけど見えるかな。本当にズーシーのこの粉はね、多色パレットでプチプラの中でもなかなかやっぱ色が出るんですよ。で割と見た目通り色が出てくれて、キラキラも可愛いというところで気に入ってますね。もうちょっとアイシャドウがねいっぱい手持ちにある、そして目は2つしかないということで出番が少ないんですけど、めっちゃ気に入ってます。つけまつげはマックの81番を使ってる感じですね。もうチーク本当いつもこれで申し訳ないんですけど、ミネラライズブラッシュのウォームソールですね。なんかもうツヤがめちゃくちゃ綺麗よね本当に。今日ハイライトしてないんですけど、このチークのツヤという感じでございます。リップはこちらのラブミーリキッドリップカラーのコーヒー&シグスですね。ブラウン系のツヤのあるリップなんですけど、まあ、濃厚な感じですね。なんか生クリームみたいな質感なので、あんまりこうテカテカしすぎない感じになってるんで、軽くティッシュオフしても色が割としっかり残りますし、マスクにねつかせたくないよっていう方はそういう感じで使ってあげるといいかなと思います。可愛いですよねブラウンで。ファンデーションはまたもや今日ねちょっと朝時間なくて、今日仕事終わった後これ撮ってるんですけど時間なかったので、このファンシーラーですね。でこれのファンデーションも使ったんですよ。めっちゃ良かったです。こっちよりもこっちよりも軽い感じで、そちらもこう本当に少量で綺麗になるような感じだったんですけど、なんでこっちのファンシーラーでちょっとマットすぎちゃうかもなとか、ちょっと乾燥がすごすぎるんだよっていう、でもカバー力高くてソフトなマシュマロ肌にしたいんだよっていう人は、このマットベルベットスキンのファンデーションの方ですねをチョイスするとものすごく使いやすいんではないかなと思いますので、気になる方はぜひねちょっとお店でチェックしてみていただけるといいかなと思います。でメイク下地はいつもの MAC のフェイスプロテクトですね。もうちょっともう遥か彼方にあるので、ちょっと取りに行くのがめんどくさいので、こんな感じでご紹介しております。というわけでそんな感じかな。はい、おまけ終わりです。バイバーイ。